どうもこんにちは、ダイダライダのケンタロウです。今回は、マーシャルのコードを使ってラウドネスの、デビューアルバム誕生前夜から、4枚目の月見麗華までの音をアルバムごとに作っていきたいと思います。誕生前夜のギターサウンドを聴いていただきました。どうでしたでしょうかね。これはね、アンプはシルバージュビリーを使ってます。で、オーバードライブとかはないんですけど、まあセッティングはあの別で載ってると思うんですけども、どうでしょうかね。まあ機材でギター的には、ご本人のギターとは全然違って、僕は V で EMG のアクティブのピックアップがついてるんですけど、まあ割とそれでも近い感じになるんじゃないかなと思ってます。で、まあ、初期の、頃っていうか、まあ、その誕生前夜のアルバムのギターサウンドっていうのはちょっと、シングルコイルっぽいというか、ちょっと高域がギャリンという感じでなってる、印象だったので、こういう音作りにしてみました。で、このですね、コードは Bluetooth で、アンプの見えるかな、セッティングが、スマホでできちゃうっていうのもあって、こうすごい便利だし、こう見やすくてね、見やすくていいと思います。はい、はい、先日の奇跡のギターサウンドを聴いていただきました。僕の聴いた印象では割と1枚目の誕生前夜と、近い音がしてるんですけども、多分まあ、ご本人の、アンプから出てる音はそんなに変わらないんじゃないかなと思います。で、レコーディングの時 の, マイキングとかね、イコライジングで違いが出てるのかもしれないですけど、比較的、近いサウンドで、僕もアンプのセッティングは、シルバージュビリーでやってます。1枚目と同じですね。で、まあ、ちょっとだけ、ニードルを足したりしてますね。これはちょっと細かいところは、このセッティングを見てください。はい、3枚目の魔界テンションのギターサウンドを聴いていただきました。どうでしたかね。これも1枚目2枚目と近い感じではあるんですけども、ちょっと中域に特徴がある感じかなと思います。ちょっと 800MHz ぐらいのちょっとね、ミドルのコンコンとしたところが、初期の2枚に比べて出てるんじゃないかなと思ったので、ちょっとアンプのセッティングでミドルを、上げ目にしてみました。
はい、4枚目の月見麗華のギターサウンド、聴いていただきました。この、アルバムのギターサウンドは今までのその3枚とはちょっと違って、まあアンビもねすごい聴いてますし、ギターのトーン的にも、ちょっとミッドというか、ギャリンとしたところがちょっとなくなった感じで、こうなんていうかな、腰のあるというか、重心がちょっと今までの3枚よりは下の方に行ったようなギターサウンドじゃないかなと思います。はい、というわけで、マーシャルのコードを使ってラウドネスのサウンドを出してみようという、企画でした。いかがでしたでしょうかね。僕も初めて使ったんですけども、やっぱアンプのタイプも、いっぱいありますし、スピーカーもいっぱいあるんで、その組み合わせで、マーシャルサウンドを割と網羅できるんじゃないかなと思います。で、まあラウドネスね、高崎さんの音を爆音をこのねちっちゃいアンプで出すっていうのはちょっとまあ無理があるかもしれませんけど、まあ爆音でない分、こう細かい音作りもこのアンプはしやすいだなと思いましたね。で、Bluetooth でセッティングも変えれますし、エグドとかもいろいろ使えるんで、もう本当にこういじくり出したらもう時間がいくらあっても足らないぐらいだなと今回使ってみて思いました。すごいいいアンプです。はい。